犯人は二人はイギリスの小説家アーサー・コナンドイルによる短編小説。シャーロック・ホームズシリーズの一つで56ある短編小説のうち31番目に発表された作品である。イギリスのストランド・マガジン1904年4月号、アメリカのコリアーズ・ウィークリー1904年3月26日号に発表。1905年発行の 第3短編集、シャーロック・ホームズの期間に収録された。チャールズ・オーガスタス・ミルバートン、強化書を、ミルバートン、毒蛇紳士とも、ミルバートン・ロンドン一の強化書を、チャールズ・オーガスタス・ミルバートンとシャーロック・ホームズとの対決を描いた作品である。結婚を控えたとある礼状から依頼を受けたホームズは、かつて礼状が田舎の貧乏貴族に書き送ったというラブレターをネタに、 高額での所管買い取りを要求してきた強化図をミルバートンと交渉する。例状に支払い可能な金額で売ってくれと提案するホームズに対し、ミルバートンは支払わなかった結果その人物がどうなったかという前例が次の仕事の成功につながるのだと主張し、全くラッチが開かない。交渉が決裂したホームズは失意のうちに帰ってきたが、事前の策を練った。 決心したホームズはワトソンを連れて、ヤーンに紛れて、ミルバートン邸に忍び込み、恐喝の材料となる手紙を盗み出そうとするのであった。黒い服とゴム邸の靴を身につけ、マスクで顔を隠したホームズとワトソン。ミルバートン邸に何とか侵入することに成功した二人は、手紙が隠してあるはずの書斎に入った。だが、夜中に、ミルバートンが人と会う約束をしていたようで、 彼はまだ部屋で起きていた。ワトソンが見張りをする中、ホームズは持ってきた道具を駆使して金庫を開けた。その時、書斎にミルバートンが入ってくる気配を感じたホームズとワトソンはとっさにカーテンの陰に隠れた。金庫の扉をしっかり閉めなかったのが気がかりだったが、やがて一人の女性が現れた。ホームズとワトソンは息を殺して、 ミルバートンと彼を訪ねてきた女性とのやりとりに聞き耳を立てた。その女性はかつてミルバートンの恐喝で破滅させられた被害者の一人で来訪の目的は復讐だった。女性の話を嘲笑うミルバートンは空いている金庫に気づく様子もない。突然、彼女は小型の拳銃を取り出すとミルバートンに向けて一撃また一撃と報復の 弾丸を打ち込み、この恐ろしくも愚かな強活動を、ついに殺害してしまうのだった。一部始終を目撃した二人は、女性が立ち去った後で、金庫の中にしまい込まれていた、様々な書簡や書類が、再び世に出て人を苦しめることがないよう、次々に、それらを弾のの家中に投げ込み処分した。すぐにホームズとワトソンは屋敷を逃げ出そうとするが、 異変に気づいて起きてきた屋敷の召使いたちが二人に追いすがってきた。身軽なホームズは難なく逃げたが、足の悪いワトソンは塀を越えるときに足首を捕まえられた。それを必死で振り払いかろうじて逃げることはできたが、どうやら姿形を見られてしまったようだ。その後でホームズの下宿を訪れたロンドン警視庁の警部は、このミルバートン事件の概要を話し、 犯人が二人組であることと、そのうち一人の人相を説明した。その話を聞いてからホームズが言った。その犯人は、まるでワトソンみたいだね。警部は笑った。ドイルが執筆した、戯曲版、マダラの紐では、ゲスト出演でミルバートンが登場する。劇中のミルバートンは、ベーカー街221バイトに、ホームズを訪ねてくる4人の客の一人として登場し、擬曲の本筋とは、 無関係な短いエピソードになっている。エピソードの内容は、犯人は二人と同様で、結婚を控えた女性から、手紙の回収を依頼されたホームズと、手紙と引き換えに大金を要求するミルバートンとの交渉が演じられる。しかし、交渉決裂でミルバートンが去った後の展開は、異なる。犯人は二人ではホームズがミルバートンの屋敷へ、不法侵入して、 手紙の回収をするという決断をし、ワトスンも同行する。一方この議曲では、ホームズがすでに単独で前夜ミルバートンの屋敷に侵入し、手紙を盗み出していたことになっている。屋敷の料理女と親密になり、その関係を利用して金庫から手紙を盗み出したのだと、ホームズがワトスンに解説してエピソードは終了し、次の場面へと移っていく。議曲には他に、 ワトスンの婚約者として、メアリー・モースタンの名が登場する場面もあり、これらは、他の作品のキャラクターを登場させる、シャーロッキアン的とも言うべき手法を、ドイル自身が使用していると言える。ジャック・トレイシー、シャーロック・ホームズ大百科事典、日暮島さみち役、川で処防審者、2002年、272ページ、コナン・ドイル、ドイル傑作選アイミステリー編、北原直彦、 西崎県編、昇英社、1999年、367から368ページ、ありがとうございます。